はい、こんにちは、村岡正成です。今日の動画は自撮り調光のおかっぱりです。リバーシーバス来ました。こんな感じの川に来ております。今日は富山くんが一緒に。こんにちは。でもうすでにね、もう何時間、いやもう5、6時間やってんだけど夜中からちょっと遡ってみてください。それではどうぞ。流れが早い、思ったより早い。そうだね、そんな濁ってないけどな。こんなもんな。あれ雨なんか降ったっけ、この辺。パラッと降ったぐらい。ちょっと流れが早いんでラボッツが暴れすぎてるから、スネコンかアイザーだね。アイザーレッドビア行きます。来た、よし。あー、暴れた。うい、釣れかな、釣れかもしれない。アイザー125。いきなり走ってたからバイトはなかったんで、まあシーバスを拾った可能性もある。鯉もいるから鯉かもしれないし。上の方では捕食してたね。気持ちいい、水が冷たくて。流れと一緒に進む。お、でもこの左左岸が早いね。まあ水的にはこんなもんだよな。エビとまあウグイみたいなのがいっぱいいるよね。ベイトがいっぱい、ほら。ナマズか、ライジョもいるよ。結構ライジョは夜はライトの中でぼーっとしてて、ライジョだよねってまじまじ見てると突然逃げてくぐらい結構トロいね。ちょっとだいぶ明るくなってきたんでシャルダスに変えようと思います。もう6月中旬梅雨入りぐらいからね、シャルダスは本当に強いルアーになりますんで、この辺から良さそうですね。流れが左岸から右岸にサイドチェンジしたところですね。こう地形的に流れが無理やり変えられてますから、当然掘れてて、まあ、魚が溜まりやすい地形。その辺だけどな。富山くんヒット。どうだ、おめでとうだ。こっち、いや、本人は50ちょっと入れてる。でも元気ですね、すごく。そうだね、よく走りました。行きました、楽しい。モーニングフィッシュです。ツアーはアイザー 125F です。おお、飛び屋。わ、しかも俺が何した、俺がそのカラー諦めたいや、いいね、撮りますよ。幸せですね、モーニングフィッシュ。ねえねえ、かっこいいね。そうですね。アイザーおかしいな、俺のアイザーには出なかったなあのシャラシャラのとこ。そうです。あシャロ、なんかちょっと小さな当たりがポツポツあったんですね。まあ、魚体に当たったかもって感じはしたんですけど。はい、チーズ。もう一枚、はい、チーズ。はい、オッケー、ありがとうございます。俺がほげるかもしれないから、俺の GoPro にも入れとくレッドビアか、いい。じゃあもう村岡さんのカラーでおかしいな、シャルダスもです。この間はシャルダスが良かったんだけどね、今日は当たんないな。めちゃめちゃ迷いましたけどね、買えようと思って。まあ、熱いやつはでかいやつはでかいルアーに釣ってくるじゃないですか。うんうん、どうしようかな。まあ、いや、頑張ろう、シャルダス私も頑張りますよ。1個前のプロトに24の、うん、こっちっぽいかな。あー、この飛距離が、このだけ飛ばないとだね、全然飛距離が違う。うおー、出た。おっしゃ、うおー、出た。おっしゃ、よっしゃ。うん、あー、外れた。一撃、よそ見してた。いいね、頑張って出ましたね。今全然合わせが入れられなかった、ちょっと足場が悪くて
転びそうなとこでどうやって足場のいいとこに移動しようかっつってるうちに外れてしまいました。この辺だったな。ファットな方が飛距離も出るし波動が強いし、痛恨の一本をバラしてしまった。悲しい。50センチぐらいでしたけどね、足場が悪い。はい、ガボチ6号ちょっと一気にサイズダウンしてみます。こいつでね、このヨレいいね。朝気持ちいいね。夏はこれだね。ちっちゃいから食うわけじゃないのか。パクとか食ってそうだけどな。一発ライズしたんですよね。まだやる気があんない。これか、変えましょう。そう、アイザーで富山くん2ヒット。まあトップがいいのかもね。シャルダス14にしてみます。この数年はシャルダスがやっぱね、夏は皮はまるんですけどね、今日は上で出ますね。いいね。よし、今日は上で出るね。俺もさっきガボッツでバコーンって出たんだけどバレちゃった。はい、ではハイザー125を買います。ファイナルビアの方ですね。レッドビアだよ。レッドビアではない、下にグローが入ってる方です。あ、この状況ならそんな変わらんでしょう。ああ当たった。乗らす、乗らなかった。はい、またちょっと場所が変わって違う川に来ました。早速やってみたいと思います。岩盤の背ですね。こんな感じのね、激しい背で富山くんはハードなとこ渡ろうとしてチンしたら嬉しいんだけど、どんなるかな。岩がボッコボコなんで転ばないように慣れが必要です。あ、いい感じ。釣れそう。ガボツ90。もうちょい。ああ乗んなかった。出た出た、残念。ああかかんなかった。あ、なんか出ません。ちょっとね、入るところのルートで新しい足跡があったから、もしかしたら朝一誰か一通りペロッと打ったかもしれないね。一発やんなさそうなところで出たけど、ここ絶対いいのにいないんで、もう打たれたかなという印象が。アイザー、シャルダス。長かんないようにシャルダス。シャルダス行きます。ああ、そうや、そう。釣れるでしょう、俺は。めっちゃ寝ちゃだ。めっちゃ寝ちゃです。今日はなんかスネコンとシャルダスが当たんねえな。なんか上ばっかり。素直にアイザーにしよう。富山くんが2本のアイザーでね出したからな。アイザーさん、アイザーさんでいきます。これやばいやつかな。いや、いけるよ、いけるいけるいける。行ってこい行ってこい、ハマってこい。80でちょっと波動を強めにね、サイズちっちゃくして狙ってみます。あ、惜しくか。あ、ちっちゃいけどちっちゃいけどシボスじゃないぞこれ、スモールだ。スモール、スモールマウスバース。ん、いや、これがシボスですよ。さっき君が釣ったのはあれ、ウグイです。そうなんです。すっかり繁殖しちゃったスモールマウスちゃんですね。スモールでしたね。狙いが当たったんだけどね。
中層の強い波動、このヨレのねこの落ち込みは取れてると思うんで、はい、まあ狙いは当たってたけど良し違いでした。ここのヨレの中を、流れよりちょっと速いスピードでね巻いて、ゼッパー波動を出しながら、まあ、1メーターぐらいですかね、あそこのやっぱ掘れてるところで食ったね。富山くんは最近は元気ですか？そうですね、なんかいろいろ活動の幅というか、うん、まあ、やりたいことがしっかりまとまってきてて、それをちょっと活動に反映できてる感じがするので、うんうん、まあ、いい意味でなんか1年間去年頑張ってきたのが、うん、ちょっと肩の力降りて自分らしさで頑張れてるかなって感じがしますね。肩の力降りて抜けて、肩の力が抜けてる、ああなんか存在感も出てきたよね。あ、そうですか。うん、釣れそうだけど当たんないね。なんかミュージックビデオも出てたね。あ、そうです、またもう別のやつを2本、はい、アーティストも全く違うんですけど、いいね、女優さんと仲良くなれて。 LINE とか交換すんの？したいけどできないです。あ、ダメなんだ。まあ、ダメじゃないんですけど、まあ、今回のやつなんかはもう向こうのマネージャーさんもべっぱりつきっきりで、あ、さすがにその中で言いづらいんだやっぱ、まあ、何聞いてんだって話になっちゃうんだなあ、絶対綺麗よね。じゃあ芸能活動に釣りプロにいいですね、充実してて。ねえ、こっちも本気でやっていきたいですね。うんうん、釣れない、ここは次行きましょう。レーダー洗いたい、出しましょう。すごいの釣ってる、はい、スモールマウス、それビッグマウスだね。ビッグマウス布、いい皮だ。レーダーの靴の上を、甲の上を汚さない、下はしょうがないけどね。釣れそうだったけどな、釣れなかったね。移動します。